YouTube ファンフェスレッドカーペットをご覧の皆さん、こんにちは。本日 YouTube ファンフェスレッドカーペットの MC を務めさせていただきます、くまみきです。源氏です。よろしくお願いしま す。それでは最初のクリエイターの水溜りボンドさんの登場です。お願いしま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 す。はい、早速なんですけど、水溜りボンドさん、今年もいろいろなジャンルの動画制作にトライされてましたね。でその中でも特に印象的な作品っていうのは何になりますか？そうですね、もう今年はもう自分たちの中でもいろいろな集大成だなっていう思う動画がたくさんできて、まあ、無人島だったりドラマだったりとか、まあ、ここまであんまやってなかったこともすごい極められたかなと思って、うんうん、すごい楽しかった1年でした。うん、積み重ねで1年目からやってたことが、まあ、なんかこう繋がって繋がっていい結果を生んだのかなと思った1年でしたね。来年も頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。ございます。来年はどのようなことにチャレンジしたいですか？まあ、僕はやっぱ、うん、その時ドキドキで、うん、その時時時で、うんその時々でな興味があることが変わったりもするんですけど、うん、やっぱ情熱を持ってやりたいことをもう一生懸命にやっていきたいかなと思ってるんで、継続をしてね、ぜひ期待しててください。はい、僕言ってください。まあ、とにかく大きいことをやります。はい楽しみ楽しみにしてます。水溜りボンドさん、ありがとうございました。今日ステージも頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。こっちからかしこまりました。続いては KEMIO ケミオさんの登場です。ケミオさんは、ファンフェス初出演で楽しみにしている皆さんもたくさんいらっしゃるのではないでしょうか？あ、そう思ってます。ありがとうございます。はい、そして100万人登録者数突破おめでとうございます。ありがとうございます。本当みんな感謝好きありがとうございます。1年を振り返ってどうですか？はい、あ、もう秒でしたね今年はその1万人突破、違う、1万人じゃないわ、100万人だ、ごめんなさい、数に弱いんです。突破したりとか、あと音楽とかも出したりもさせていただいたので、すごく充実しすぎて秒でした。はい、そして、その曲、その先日リリースされた新曲のミュージックビデオもすごい話題となっていましたが、はいはい、コンセプトは全部ケミオさんが作成されたんですか？そうです、予算がなかったので、お家で撮りました。ありがとう、はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます。全然です。それでは、短い時間ではございましたが、ケミオさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。続きましては和田さんです。こんばんは。あ、こんにちは。こんにちは、皆さんありがとうございます。本日は
今年 YouTube を始めてすでに50万人以上の登録者数突破ということで、もうすごい勢いですよね。ありがとうございます。本当に皆様のおかげで、そして YouTube ファンフェス初出演、ステージ楽しみですね。もうすごい楽しみです。もうこんなに皆さんが私のことを知ってる人がいらっしゃるとは。手の振り方が綺麗。今年 YouTube を始めてみて1年振り返ってみていかがでしたか？本当にYouTube のこう素晴らしさみたいなのを本当に丸1年で知ることができて、たくさんのお客様とこう関わることができて素敵な1年になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてじゃあ来年はどのような年にしたいですか？来年もはもっともっと動画の数を増やして、皆様とリアルに会ってメイクを伝えることができる場所を設けたいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう楽しみですね。みんなもっと動画が見れるよって。ありがとうございます。じゃあちょっと短い時間だったんですけど、和田さんでした。ありがとうございました。本当に嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてはセイキンさんの登場です。皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。ありがとうございます。セイキンさん、今年1年振り返って印象に残っていることって何かありますか？印象、もう今年はですね、春に子供が生まれまして、おめでとうございます。おかげさまで、はい、一児の父になったので、父としてもちょっと頑張っていかなきゃいけないなというところですね。はい、ありがとうございます。もうすぐご正月ということですけども、ご正月はどのように過ごされる予定ですか？正月はいつも実家にヒカキンと帰るんですけど、はい、やっぱり雪に突っ込むとこからスタートしないといけないですね。雪に突っ込みます、はい、非常に楽しみにしております。楽しみ、はい、じゃあ、ちなみに、はい、雪に突っ込んでおせちとか食べるじゃないですか。好きなおせち料理は何ですか？おせち料理？おせち料理っていうか、でもどっちかというと寿司が好きかな。あ、美味しいですもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、セイキンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
そしてお待ちかね日本を代表するクリエイターヒカキンさんです。ハロー YouTube。 ありがとうございます。はい、今年は数々のテレビ出演から先週発表された YouTube リワインドの出演まで大変いろいろとご出演されていましたが、はい、ヒカキンさんにとって今年はどんな年でしたか？いや、まあ本当にいろんなことしたんで一言で言えないんですけど、無理して一言で言うなら猫可愛かったね。相当可愛かったです。いや、私もめっちゃ見てます、はいはい、もう今でも家で待ってるんですよね。そう、待ってるんですよ。だからもう早く帰ってもうなでなでしたいんですけどでも今日はねしっかり盛り上げていきます。はい、ありがとうございます。もう本当に丸尾智彦可愛いですよね。めちゃめちゃ可愛いんですよ。やばいっすよ。なんかこのまま猫の話をずっとしてたいですね。そうですね。すみません、なんかもう猫ばっかりで。じゃあ、今年大躍進されたヒカキンさん、その来年はどのようにしたいですか？そうですね、平成も終わりますけど、やっぱり継続が一番大事で、かつ大変なんで、僕はひたすら継続できるように頑張ります。ありがとうございます。じゃあヒカキンさんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、続きましてはファンフェス初出演のミキトピーさんです。ありがとうございます。ミキトピーです。ファンフェスへの出演が確定したことのご感想を お聞かせください。いや、マジでビビりましたね。僕が出ていいのかと思いましたけど、でもなんか来てみてものすごいビッグネームがたくさんいてちょっとビビってます。でもチャンネル登録者数も10万人突破ということで本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あと先月6年ぶりの新作ポコラアルバム、第3ウェーブを発売されました。今回どのようなコンセプトでなっていますか？今回の6年ぶりの同人アルバムということでボーカロイドアルバムなんですけども、かなり結構6年の歴史がいろいろ詰まってる曲が入ってるんで、ぜひ12月20日にワンマンライブがやるので、そこで買えたりとか、年末にコミックマーケットがあるのでそこで買えたりしますんで、ぜひよろしくお願いします。皆さんぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ、ミキトさん、ミキトピーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ買いました。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ噛んじゃった
続きましては今年お母さんにもなったバイリンガールちかさんです。はい、ちか、皆さんこんにちは、ちかです。はい、今年はお子さんが生まれてワーキング、ママクリエイターとして活躍されていましたが、お子様が生まれて生活の心境の変化はありましたか？そうですね、生活180度変わってもう動画を編集する時間がなかなか取れないんですけれど、まあ、逆にいろいろ刺激になってこれから新しく発信したいこともたくさんあります。ありがとうございます。非常に楽しみです。また今年そのお子様と一緒に YouTube リワインドに出演されてたと思うんですけど、その感想を聞かせてもらってもいいですか？そうですね、あの LA で撮影をしたんですけれど、もう横を見るとケイシー・ネイスタットとか、もうイエス・セオリーのチャンネルの人たちとか、もうびっくりする大物クリエイターだらけで本当にいろいろ刺激になりました。でも本当に一瞬だけだったんですけど、一日中撮影してて、もうすごい作るのに大変な作品だなと改めて思いました。はい、ありがとうございます。今後どういうコンテンツを展開されるか予定をお伺いできますか？はい、まあ、子供も生まれてやっぱりキッズコンテンツもちょっとやってみたいなと思ったり、まあ、引き続き英会話コンテンツももちろんするんですけれど、あと、まあ、今夜から実はハワイに飛び立つので、旅コンテンツも引き続き地下旅もいろいろとアップしたいと思います。ありがとうございます。では、バイリンガールちかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてはマリミンさんの登場になります。あ、こんにちは皆さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは雨の中本当にありがとうございますって感じですね。本当ありがとうございます。マリリンさん、ありがとうございます。いやありがとうございます。テンションがいいですね、やっぱそうなんですよ、くまみきさんとはもう YouTube 始めてぐらいからすぐ出会って、そこから知ってます。今日はインタビューさせていただきます。お願いします。じゃ早速なんですけど、まずはもう YouTube ファンフェス初出演おめでとうございます。ありがとうございます。で、出演が確定した時の感想を聞かせてください。この YouTube ファンフェスタに出るのが私一つの目標だったので、もう本当に最初聞いた時はなんかもう手が震えて、これ夢なんじゃないかなと思うぐらい、なので本当に今日を楽しみにしてました。夢が叶った日ということで、今年いろんなメイクに挑戦されたわけなんですけども、今年一番印象深かった作品はありますか？ありますね、はい、2月3月あたりで開始されてるフェイスワードっていうコンテストがあるんですけど、はい、それに参加してすごくこうハイレベルなメイクの競い合いなんですけど、それが一番印象に残ってます。ありがとうございます。はい、はい、というわけでちょっと短い時間ではあるんですけど、以上マリリンさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。
続きましては昨日圧巻のパフォーマンスを披露したフィッシャーズの皆さんです。イエーイ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 、どうもお邪魔してます、フィッシャーズでーす。お願いします。いやー、にぎやかがすごい2日連続での出演、本当にお疲れ様です。もう昨日の小袋さんとの共演はいかがでしたか？もう泣きそうでした。帰りももう夜ね、ずっと言ってたもんね、俺ね。もう本当に眠れないぐらい素敵な経験させてもらって、うん、今思い出すだけで緊張してます、はい、とても感動的でした。今、あれなんですよね、髪が素性にさっぱりされてるんですよね。おー、あーすごい可愛らしい。どうですか、切ってみての感想は？いや、髪を乾かす時間がめちゃめちゃ短くなりましたね。あとあれだよね、コンディショナーって意外と必要だよね。わかる、意外といる。そう、坊主ならではのあるあるということで、ありがとうございます。ではフィッシャーズの皆さん、来年はどのような年にしたいですか？そうですね、なんかこう音楽もそうなんですけど、まあこれからフィッシャーズパークっていうアスレチックパークができるんで、まあ、あの YouTube ももちろんそうだけど、また新しい活動をして YouTube ってこんだけいろんなことできるよっていう可能性を見せ続けます。非常に楽しみです。楽しみですね。じゃあフィッシャーズの皆さん、ありがとうございました。本日のショー楽しみです。ありがとうございました。ありがとうございます。アデュー。ありがとうございました。一番元気がある海賊が去ってった。海賊がバイ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 。はい、はい、というわけでここまでが YouTube ファンフェスレッドカーペットイベントの前半でした。これからはキットチャンネルのエイトさんとカナタさんにバトンタッチします。お願いします。お願いします。あれ、あれ、じゃあいいな。はい、皆さんこんにちは。後半戦も盛り上がっていきましょう。入ってないですね。入ってないですね。マイク入ってないですね。入りました、入りました、はい。皆さんこんにちは。こんにちは。後半戦もじゃあ盛り上げていきましょうか。はい、はい、僕たちキットチャンネルの元女子のエイチと元女子のカナタです。よろしくお願いします。元女子ってどういうことかと、ね、はい、思う方もいるんですけど、はい、僕たちもともと女性として生まれて今性別を男性に変更しているっていうところですよね。はい、はい、ではやっていきますか、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、インタビューブースにはビューティークリエイターとして日本で初登録者数100万人を突破した関根梨沙さんです。はい、どうぞお願いします。お願いします。はい、お願いいたします。100万人という数字いかがですか？いや、もう6年ぐらいかけてやっとここまで来たので、はい、もう感動ですね。はい、はい、これからの新しい目標などはありますか？いや、もう普通に動画作るお仕事だけじゃなくて、一緒になんかコラボしてコスメ作ったりとか、なんか今年できなかったことがまたできたらいいなと思います。
はい、来年の関根梨沙さん の, あの活躍楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いても大活躍中のビューティークリエイター川西美希さんです。はい、本日もとても素敵な衣装で、はい、本日のテーマとかお伺いしてもよろしいですか。え、何ですか。本日の衣装のテーマですね、はい、すいません。あ、衣装のテーマはあの YouTube カラーのレッドです。なるほど。あの、ね、JJ に掲載されたり関西コレクションに掲載されると本当にファッション業界で もう大活躍な1年だったと思うんですけども、なんか1年振り返ってみて印象に残ることとかってありますか。え、でも関西コレクションはすごくいい思い出になりました。もうなんか動画をアップできることが今嬉しいなっていう感じです。はい、ということなんですが、あの来年の抱負など教えていただけますか。来年は100万人登録者いけるように頑張ります。はい、はい、川西美希さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては子育てしながらマルチに活躍されているクリエイターあやなんさんの登場です。はい、ファンフェス初出演おめでとうございます。ファンフェスの雰囲気いかがですか。もうずっと2年ぐらい3年ぐらい出たいなって思ってて、初めて今年出られたということで、今日はパパとママの結婚記念日でもあるのですごくいい日です。ありがとうございます。ありがとうございます。あの1年振り返ってみて印象に残っていることなどありますか。あいっぱいいろんなことがあるからいやでも本当に毎日毎日見てくれるリスナーさんに感謝しています。本当にありがとう、今見てくれている皆さんも。はい、ということなんですが、来年はどのような年にしたいですか。来年ももっともっと今よりも、ちょっと子育ても大変になるとは思うんですが、そこもしっかり両立しながらやっていけたらいいなと思います。はい、あやなさんありがとうございました。後ほどのコラボステージも楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、続いては昨日エネルギッシュなパフォーマンスを披露していただいたスカイピーさんの登場です。あの様々なアーティストの皆様との共演いかがでしたか。いや、めちゃめちゃ楽しかったよね。まずはい不愛想か不愛想すいません楽しかったですでも夢のような舞台に立てて、ですごい今までやった中でもかなりでかい会場だったんで、めちゃめちゃ気持ちよくライブできました。はい、現在全国ツアー中で大変お忙しいと思うんですが、年末年始はどのようにお過ごしを考えでしょうか。年末年始やっぱり忙しくてあんま考えてないんですけど、やっぱり男なんで拳ですかね。最高です、はい、では最後にファンの皆さんに一言お願いします。これからも笑顔で頑張ります。お願いします。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。スカイピースのお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、続いてはマタソさんです。イエーイイエーイイエーイ、ありがとうありがとうありがとう、あの登録者数100万人突破、本当におめでとうございます。ありがとうございます。そしてあのなんか動画の中で登録者数100万人突破絶対に無理だっておっしゃってたと思うんですけども、実際100万人突破された感想をお聞かせください。いや、まあ、実感がないし、ほんまに登録者数100万人いっとんかよく分かってないです、自分自身。あ、いてます。あ、いてます。あ、よかった、ありがとうございます。いや、あの僕ずっと思ってたんですけど、はい、お母さんと声そっくりですよね。そう、めちゃめちゃ言われるんだけど今日も来とる、どっかママどこおる。いや、似と自分的にはあんまり似とらんのだけど、人が聞いたら似とるみたいで。そんなマートさん、あの来年ぜひチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。なんかチャレンジっていうか、あの大きいドッキリに仕掛けられたくて、あの落とし穴に落ちたいです。そろそろ誰か落としてください。落とす側じゃなくて落ちたいってこと。あ、なるほどなるほど、はい、落ちたい。なるほどなるほど、面白いですね。はい、マートさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。続きまして福里さんの登場です。登録者数100万人突破、そしてファンフェス初出演、本当におめでとうございます。あの出演が確定した時のその感想をお聞かせください。感想、なんか緊張と嬉しさがありました。そうですよね。ではその今年1年振り返って印象に残っていることはありますか。なんやろう、印象に残っているもの、100万人行ったこと、ドッキリが結構多いんで、それが結構印象に残りました。なんか僕たちも拝見していて、いつもすごいもうハラハラしながら見てます。そんなあの福里さんなんですけども、来年はどのような年にしたいですか。来年はもっとファンのことを関われるようなイベントとかをもっとしていきたいなって思います。楽しみですね。はい、クレナさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いてはすっぴんが小峠さんと話題のよききさんです。今日はあれですね、メイクはバッチシですよね。ちょっとせっかくのちょっと舞台なんで、ちゃんとメイクしてきました。はい、普段の生活の中ですっぴんの自分とメイクした自分、どちらでいることが多いですか。普段はやっぱ人前に出ないときはやっぱすっぴんの時が多いです。そしてなんかその最初にすっぴんとかどうこうとか話したんですけど、あのファンフェスの初出演おめでとうございます。どうですか、出演してみて。いや、なんかもう出てらっしゃる方もみんなすごい人で、まあ人も多いんですごい緊張してるんですけど、楽しんでちょっとこれからも
頑張りたいと思います。はい、この後もライブショーですよね。楽しみにしております。よききさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あざまーす。続いてははじめしゃちょーさんです。よろしくお願いします。いつも思ってたんですけど、ほんとスタイルいいですよね。そんなことないです。あ、自己紹介していいですか。それがし歌舞伎、あ、すいません、はじめしゃちょーです。そういえばなんですけど、なんかこの前ツイッタージャックされてませんでした。そうなんですよ。今日本のYouTube のツイッター、僕じゃないんですけど、僕っぽい人がジャックしてまして、はい、あれ何なんすかね。いやー、どうなんでしょうね。まあちょっと今日YouTube オリジナルの1話ザ・フェイクショーが出るので、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。あ、すいません、はい、マイク取っちゃいました、すいません、はい。まあ今年はいろんなことがあったと思うんですけど、今年3月に開設したばかりの畑チャンネルもすでに100万人突破ということで、このチャンネルを作ったきっかけなどを教えていただけたらと思います。きっかけというか、もうなんかみんなでワイワイするグループ系の YouTuber がすごい多いなと思って、羨ましいなってちょっと思ったりとか、いろいろな感情があったりして作ったんですけど、結果的にすごい楽しいんでよかったです。ありがとうございます。では最後にですね、このライブ配信を見てくれてるファンの方に一言お願いします。Thank you! はじめしゃちょーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、レッドカーペット鳥を飾るのは東海オンエアの皆さんです。いやもうすごい歓声ですね。すごいですね。あの3年連続のご出演おめでとうございます。あの今年のファンフェスはどんなステージになるんでしょうか。そうですね、いつもみたいに、まあ、登場してわーって感じというよりはちょっとワイワイ楽しく、そしてちょっとした発表があったらいいななんて思いますね。楽しみにしてもらいたいです。はい、ありがとうございます。今年は、いろんなことがあったと思うんですけど、本を出版されたりぬいぐるみを制作されたりなど YouTube 以外の活動も多かったと思いますが、今年1年で振り返って印象に残っていることはありますか。そうですね、もういつも通りやりたいこともやりつつ、もっと新しいことにも挑戦できて、ちょっと正直東海オンエアの年だったな。 I just make you happy. イメージが、yes. これからもね、変わらずにいろいろ挑戦していきたいなと思います。 Yesterday, I'm fine. ありがとうございました。 Yesterday. はい、ではですね、ライブ配信をご覧になっているファンの皆さんへ、ね、一言お願いいたします。そうですね、今はレッドカーペットを僕たちが撮りということでね、ここまで見てくれてありがとうございます。そしてね、ステージの方もこれから始まりますので、そこまで見ていてくれればなと思います。はい、ありがとうございます。東海オンエアの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、以上18組のそうそうたるクリエイターさんにインタビューさせていただきました。はい、緊張しましたね。めちゃくちゃ緊張しました、はい、もうなんだか夢のような時間でしたね。はい、もうね、今夜6時半からですね、はい、YouTube ファンフェスライブショーがスタートします。はい、その、そしてこのレッドカーペットの見逃したっていうことに朗報です、5時からプレミア配信予定です。でこれからですね、ファンフェスでいろんなクリエイターさんがね、もうぶちかましてくれると思うので、はい、応援メッセージなどはですね、ハッシュタグ YTFF をつけて SNS でどしどし投稿してください。以上、レッドカーペット MC はキットチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。